い、カトさん始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ埼玉県の加須市やってきております。加須市はですね、地図的に言うと群馬、茨城、栃木の、埼玉ちょっと待って、群馬、栃木、茨城に面している埼玉の市ということで、埼玉と4つ兼ね備えてるという、もうすごいね、パーフェクトなね、市ですよね。行きましょう。はい、蝦夷新地の中にやってきたんですけど、ここは鯉のぼりが有名ということで、なんか毎年ですね、100メートルの鯉のぼりを上げるらしいんですけど、まあ、何年かに1回こう世代交代していくんですけど、ちょっとなんかね、話によると2世が頑張りすぎちゃってですね、もうなんか飾られてるんですけど、2世だけ破損していないらしいです。頑張りすぎも良くないですね。はい、ここは武蔵野村っていうところでですね、一見こうアトラクションとか見えるんですけど、こう遊園地のように見えて、農協が管理してるので、遊園地とそしてなんかいちご狩りとかもできる、なんかそういう農業とこうミックスした施設らしいです。子供とかめっちゃ嬉しいよね、家族連れ。うどんといえば香川県、味噌といえば岡崎、ということですね。なんかここは埼玉県の、加須市は、香川に次いで、うどんが有名ということで、そのうどんの上に味噌がね、なんか乗ってる感じのうどんがよく乗ってたんですよ、ネットに。ちょっと食べに行きましょうかね。来ました、肉汁うどん。ここに多分熱いな、ここに入れてこれで食べるんです。いただきます。うん、うまっ。カスうどんの豆腐さふちょっと僕のめちゃくちゃ好みだ。うまっ。あ、はい、ということで加須市散歩させていただきました。なんか遊園地と農業が合体したテーマパークがあったりとか、武蔵野森ね、あれは珍しかったなぁと。うどんも美味しかったし、最高でしたね。ありがとうございました。